をしてるんです。はい、今日はあれどこ行った？はい、今日あれ？あいだ。ちっちゃくて可愛くてね、これ身長はおいくつ？48です。うちの母ちゃんと一緒です。はい、ストレッチ映画に金子でございます。お名前をどうぞ。千春と言います。千春さん、今日はどうしたのか、オレンジやる気満々のポロシャツ着てきちゃって、これ地元感あふれる感じですけど、これなんですかこれ？私の職場の制服です。蒲江インターパーク天部の市と言います。これはどういうところなの？魚とか貝類の直売所だったり、レストランがあったりしてます。そこでお仕事されてるんですか？それの宣伝に使ってるわけね。で、今日は何で来たんですか？はい、金子さんの動画を見つけて、本当かなと思って確かめに来たの？確かめに来て。どっから来たのあなた？大分県から来ました。大分県から確かめるためだけに来たの？そうなんです。なんだそれ。いや、もうすごい体中が痛くてそれが少しでも改善しないかなと思って来たんですか？そうなんです。どこが痛いんですか？小脊嚢胞小椎の関節炎っていうのを持ってて、手のひらにそうブツブツができたりとか。まだできてないじゃないですか。手の方とかの症状は収まったんですけど、それが収まったと同時ぐらいに鎖骨とか背骨とか骨盤に痛みがすごくきて、ひどい時は洗濯物の外に一応あれができない、こんなゆっくりしかできなくなったりとかしてて。じゃあしわしわの服着なくちゃいけない。一番ひどい時がね。一番ひどい時ね。今はどうなんですか？長座ができなくなって、ベッドから起き上がるのにゴロンってこう落ちるような感じで起きてる。それは腹筋でこうやって起き上がることができないってことですか？背中が痛いから力が出ないっていうか、ズボン履く時とかも引っ掛けてこうなんか変な履き方をしてるんですよ。下のものを持つ時もこう膝をついてからこう一旦と上げてから持ち上げないと、しゃがんだままこう持ち上げれない。どんどん動けなくなっていくのじゃないかっていう恐怖感が。なるほど。治ったら何したいなってありますか？走り回りたい。走り回りたい。小学生か。普通に動きたい。もう今は常に痛みとともになんですよ。なるほどね。もしあなたが走り回る日がもし来るのであれば、僕も一緒に走り回りますよ。じゃあ前屈をしてみてください。はい、今痛いのね。そこまで痛くはないんですけど。体が硬い。触っていい？なるほどね。すっげえオレンジで目が近くです。次は手腰でゆっくり反ってみて。オッケー。まあそんなそっちは悪くないね。戻した時に痛い。もう痛かった。はい、オッケー。腰が一番辛そうだなっていう感じに見えますけど、どこまで治せるかちょっとまだ未知なところがあるので、やるだけやってみて、ちょっとでも少なくなればいいよね。じゃあ座ってください。千春さんはめっちゃ体反ってるよね。反ってるんですよ。ぐっと噛んで口開けてください。あー、1、2、3。あああああ。痛い痛い痛い。ああ。あれちょっと緩んだな。本当ですか？ここの肋間がめっちゃ硬いんですよ。肋間神経で、これ肋間神経でぐーってきて、ここなんですよ。ちょっと胸上げてもらっていいですか？これ自分で。はい。これだもんね。痛い。ここの関節がさ。上げちゃいけないですか？上げないと手が入るの。なんか金子おっぱい触ってセクハラとかいうコメントが入るじゃない。もう全然気にしないんだけどね、そんなコメントね。意外といいかもよ。片方回してみて。右は軽いはずなんですよ。本当だね。ちょっといいよね。ちょっといい。そこでおっぱい上げてくれる？なんかもういい。なんちょっと恥ずかしがってんの。なんちょっとグラビアみたいな上げ方したの今。普通にこう上げればいいじゃん。なんでこれ2つこうしてこうしたの今。千春さんっておいくつ？46です。46なんだ。なんか若く見えますね。ちっちゃいからかな。かもしれない。オレンジ着てるからじゃないのこれ。そうかもしれないですね。めっちゃ緩くなったけど。緩んでる。痛かったの背中だよね。これなんだな。これ蒲江インターパークの皆様、ただいま千春さんのお腹をド S ストレッチの金子が押させていただいております。ちょっとでも痛みが引けばいいかなと思って願いを込めて、押してる、押してるんです。でも結構偉くなってんだよな。このオレンジのポロシャツ手に取って持ってきた時に、はい、これ YouTube で流したれと思ってこれ着てきたな。そう、皆さん来てください。みんな来てくださいって。演習の方、ここにモザイク入れてください。大きめのモザイクお願いします。絶対わからないようにしてください。なんかね、反りすぎなんだなこれ。異常な感じのぐらい骨盤前に出してますよ。そうなんですよ。自分でも分かってるんだけど、やめられない。分かっちゃいるけどやめられない。なんだそれ。なんか聞いたことあるそのフレーズ。全身が硬い人って顔が硬いんですよ。痛い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 。なんでそっち向けるんですか？娘に見てもらおうと思って。インターパークの人たちに言ったの？私出るよっつって。言ってない。言ってないの？急だったから。でも言うんでしょ？私出るよ。言わない。言わないの？言わないのも気まずくないですか？誰かに見つかったらタグ付けしちゃいますよこれ。これちょっとここにあるんだよな、インターパークの本当のパークがここにあるねこれ。吸っております。もう終わるよ。最後背骨伸ばしていい？3、2、1。だいぶいいと思うな。すっごい柔らかくなってる。柔らかくなってるよね。うんうん。じゃあ力抜いて前屈どうぞ。おー、いったんじゃない？いったんじゃない？さっきよりは。ね、はい、拍手いいんじゃないですか？前の緊張がめちゃめちゃ強いですね。普通の人も肋間神経でこの辺とかこの辺とか、まあ、緊張するんですけど、普通の人の倍ぐらい緊張していて、腰が思いっきり出てる感じ。でも今そうでもないんですよ。これこの位置を背中にちょっと近づけてください。そこです。かかとを下ろした時に全部の衝撃が骨盤にくれば当たりです。かかと上げて、そうです、そうそうそう。これがいつもの感じだと腰にくるんですよ。やってみて。きそうじゃない？きそうでしょ。腹筋の位置が後ろにしてちょっときついズボン履くみたいにすると響かないでしょ。せー、はい、降りて。どうですか？大丈夫でしょ。この状態がキープできれば痛み引く可能性はすごい出てきた。ウォーキングする時も大股で歩かない方がいいですよ。その場で歩くんですよ。こうやってこのまま歩いてます。こうやって足を上からこう行きたいんですよ。全速部でつくと人間って骨盤ずっと安定してるんですよ。こうやってまっすぐ立ってこの状態で歩くっていうのを練習すると、多分さっき言ったお腹がこれっていうのがやりやすいですよね。運動していて血流が回るっていうのが一番いいと思うんですよ。血流が回る、そうすると体温が上がる。体温が上がってくると神経とか筋肉とかっていうのは緩む。緩むと痛みは当然緩くなりますよね。やたらめったら走る人っているんだけど、そうじゃなくて心拍数を守って走ると毛細血管が伸びていくっていうのがあるんですよ。僕それずっとやってるんですね。そうすると体温がめっちゃ暖かいんですよ。暖かいでしょ。これ見てる人も覚えておいていただきたいな。心拍トレーニングってのめっちゃいいです。血管をストレッチする方はこれしかないです。まず痛みを取って、ある程度軽くなったなと思ったら有酸素ゆっくりで抜いてやっていくと血管が伸びるんで、それ痛みは本当に消えるんじゃないでしょうか。ありがとうございます。はい、インターパークに来てください。結局営業？どういうこと？すげえ大掛かりでフリーマの全部様子見に。すげえプロが来た。結局俺はインターパークに行ってなんか珍味とか買わされて大量に行く行く行く。おいだね。ストレッチ医学に金子と千春です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんの痛み、硬い体、金子正が解消します。金子正のストレッチで幸せになりたい人大募集です。行ってみたいという方、概要欄から。金子正のインスタグラムは毎日更新中。フォローをよろしくどうぞ。